ゆささん。私、高津君ですね。私、白拓という役をやらせていただいてましてですね、心中なんですね。適当に生きていますし、刹那的に生きていますので、非常にその分もあって、ほおずきみたいな貴重面な人にはイラつかせる存在なのかなと思っております。うん、お気に入りのセリフと言われてもね、ちょっと困ってしまうんですけれどもね、うん、これは本物ですかっていう中国語がね、入ってくるんですけど、ね、資料がないから、僕は一生懸命調べる。ただ、そういうなんかネガティブなものは辞書にあんまり載ってないわ。そうですよね。そうですよね。トラベル辞書とか、原作ではトラベル辞書に載ってるって書いてあるけど、調べたら載ってないの。いくつなんか資料を買っても載ってないの、マイナスイメージなものは。それをギリギリ似たような文言を探し出して言ってるところが、聞きどころですので、それはオンエアの方で聞いてください。頑張ってるんだなと思って。頑張ってるな、頑張ってるな、あんまり頑張ってるなって思わない。終わった後に、あ、頑張ってたなと思って。